線路のレールの間に陥没が見つかったのは、阿蘇市乙姫の jr。法被線、一の川と内野牧の間にある中谷踏切付近です。今日正午過ぎ、雨で線路を巡回していた jr の職員が見つけました。地方が1メートル足らず、深さが60センチほどの陥没で雨の影響とみられています。上下線で運転を見合わせ、対応に当たった。jr 九州。 その後、線路は復旧しましたが現在も雨の影響で肥号大津から豊後武田の上下線で運転を見合わせています。